屈で何も言わねえ人だっけの。いや、よかった。身内の人が来てくれて。もうすぐ葬儀屋の人を送るからの。あなたのお父さん、情けないけど覚えてない。親父の顔、こんな顔してたって見てもわからないんだ。何だったんだろう、この人の人生って。70数年生きて残したものが段ボール一箱だけ。ここだ。よろしくの。お願いします。失礼します。失礼します。そろそろよろしいですか。あ、このまま入れかの。はい。僕にやらせてもらえませんか。いやいや、私たちがやりますから。棺に納めた後、お水を飲ませてあげてください。せーの。何すんだ。夫は脳幹死なんです。